トミーの秘密の部屋。こんばんは、トミーです。今日は3月12日の深夜ですね。ちょっと天気が荒れてきました。雨風ともになんかね強くなってきましたね。昨日はね3月11日ということで、まあ、いろんな人がねいろんなことを投稿したり、またあのニュース番組とかいろんなものでいろんなことを目にいたしました。私なんかがね、まあ何もできないし何もやってないし、そういう私が何かアクションを起こすというのもおこがましいなと思っても、当日はまあやめておいたんですけども、一応まあ思うこととか考えることとかありますので、まあ次の日にちょっとこそっとつぶやいてみようかなと思いました。あの日はちょうどね大阪のまあライブハウスでリハーサル中で、まあすごい嫌な長いストロークの揺れを感じましてですね、大したことはもちろんなかったですけども、まあ、遠くの方でものすごいことが起こっているなというのは直感しました。でみんなリハーサル中ツイッターとか見てて大変なことになっているということを言ってましたけれども、まあとりあえずはライブは予定通り行いまして、まあその後ですね、やっぱり今まあ、コロナウイルスの関係で自粛というようなことを言ってますけれども、その時もやっぱりかなり自粛ムードというのがありまして、まあ浮かれたようなねそのパーティーであるとかそういうのはやるべきでないという風潮で、その時もまあ飲食とかパーティーとかそういうことに携わる関わる人たちはかなりしんどいことになったはずですね。まあでもそれは仕方ないので、もっともっと大変な思いをされている方がたくさんいるので言えないですけども、そういう被害も表には出ないですけどもあったと思います。本当にね我々、まあ、音楽やってて何の助けにもならないという自覚がありまして、まあもちろんそういう時こそ音楽が必要だみたいなことをいう人もいるし、まあそうかもしれんなとは思うんですけど、実際なんか役に立たないよなという気持ちがありました。ただまあ自分たちに与えられたことを一生懸命やるしかないんですけども、翌年だったかな、私が一緒に活動していたギタリストの呼びかけで現地の方に行きまして、慰問というのかな、学校を回ったり仮設住宅回ったりしていくつか演奏をしました。その時にまあいろいろ思ったんですけども、それはこれは果たして現地の人たちにとって役に立つまでは言わないですけど、何かの癒しになったりとか何か慰めになったりとか、そんなことをがあるのかなというすごいずっと自問してましたね。本当に何かになってるんだろうかという思いがねずっとありました。というのはね、中島ラムさんの本で私読んだんですけども、例えば老人ホームの人たちとかね、慰問という形でいろんな人が来て、まあ歌を歌ったり演奏したり何かの芸を披露したりとかすることがあるんですけども、そのラムさんの書物によるとですね、その老人たちはもう見る観客としてプロだと、さもその面白そうな顔をして見て拍手もして、でところが終わってその人たちは帰った途端に、ああもう今日の下手くせだなとかねなんか急にその巣に戻って、だからその観客としてそういう人たちが来るとですね、楽しかった
感動したみたいな演技をしているというんですね。なんかそれを見てしまったから、まあ、その人たちがそうだとは思わないですけど、多分我々が行ったとこなんかは何組もそういう人たちが来てて、毎日のようにとまだ言わないですけど、しょっちゅう来てるはずなんですよね。だから我々がさらに行くということが何かの意味があるのかなと思ったりしました。まあ学校行ったらね、黒板にこう書いてあったりするわけですよ。生徒たちがありがとうございましたみたいなことをね書いてるんですけど、本当にそう思ってるのかなとか思ったりして、まあまあそれは私自身がもう汚れてるからなんでしょうね。なんか、うん、けど本当にこちら側の、まあ、自己満足みたいなことになってないのかなと思ったりしました。まあ、それは私が主催ではなかったので、そういうことを言う立場にないんですけども、まあ、私自身も、ね、なんかそのちょっとぐらい何かの足しになるのかな、なるんやったらもうそらね、すごいいいことだし、いやもちろんやりたいですけど、なんかそれかえって負担なのかなと思ったりした。そこはねすごくね記憶に残ってます。ただそのメンバーにとっては私ちょっと役立ったことがありまして、そのギタリストの同級生やったかな、なぜご友人なんですけど、その方が水沢の方で施設をやっておられて、施設長というような立場の方だったと思います。もう何の施設だったかとかね、もう細かいことは忘れましたけど、でその方が使ってない家が一軒あって、でも綺麗にされてましたけどね、でそこを我々宿舎に使っていいということで2、3泊そこにして、私はね他の用事もあってそんなにフルに参加はできなかった。だから京都から行って京都に帰ってくるというとこまでは一緒じゃなくて、途中一瞬こう参加したという感じやったんですけども、2泊ぐらいしたんじゃないかなそこに。でまあ初日ね、まあ、結構何か所も回るんですよね。だから結構疲れるんですけど、あとそのそうそう、いろいろ見せていただいたりね。で一番その中で記憶に残ってるのは、まあ、ここまで津波が来たというね、ガソリンスタンドの天井らへんのところに跡形があるんですよね。でそれを見せていただいて、ここまで来たんだっていうのはものすごい高いところで驚愕した覚えがあります。こんなとこまで来るんかというね、ちょっと本当に信じられなかったです。本当にそんなことがあるんだろうか。でも明らかに肩がついてるんですよね。あとそのそういうなんとかセンター的なところの天井付近まで来て、あと10センチ15センチ、だからもうギリギリ息ができるところでなんとか助かった人の話とかね、そんなことを聞いてすごいなぁと。もうね、そのこのぐらいまで来たら大丈夫だろうというのもはるかに上まで来てるわけですよね。これは大変やなと思いましたね。ではその初日終わって帰りしに、まあご飯とかも自分らで作って食べるんですよね。どっか店行くんじゃなくて、で、まあ、買い物して、でその時は僕はもうなんとなくぼーっとしてたんですよね。 で買い物を終えて、そこに帰、まあ、宿舎にしてるお家に帰ってきてですね、やわらそのギタリストが言うわけですよ。そやトミー料理できたなと言って、はぁとか言ってちょっとほんならやってやということになって、はぁって感じですよね。自分以外の人が何らかの思惑でいろいろ適当に買ったものを材料に私が作るというね。それやったら買い物行く時点からね言ってくれたらその時は組み立てられたんですけど、なんかどういう意図でこれを買ったのかわからんようなものが結構ねありまして、えってことになってですね、でも作りました。でそのギタリストはその後もずっとね 4、5 年は言ってたかな、
あの時のあのご飯が美味しかったっていうんですよね。僕何作ったか覚えてないです。あるもので適当にやったんで覚えてないですけど、なんかね、そんな、だからメンバーの役にはちょっと立ったかなという場面がありました。今年私が一緒に活動してるメンバーがね、またあっちの方行っていろんなリポートを Facebook なんかで上げていて、すごいなと思いました。ちゃんとそうやってね、現地に行くというのが何より必要なことなんだろうなと思いましたね。あと私の弟子がね、八戸で、そういう仕事をしてましてですね、国のために役立つような、国を守ることに役立つような仕事をしてるんですけども、カメラをね、彼は撮ってて、写真ですね。それでやっぱりね、なかなかもう見せられないような写真だらけだって言ってました。とてもじゃないけども公開できないようなすごい写真ばっかりって。彼もだからしばらく精神的にちょっとね、ダウンしてましたね。そりゃそうだろうと思います。その目の当たりにするだけではなくて、写真に収めないといけないというね、それは仕事ですからね。でもそれはそれでもう本当に意味のあることで、大変だけれども必要なことですよね。だから彼も頑張ってやったんだろうと思うけど、そういう、大変なことある。あとは八戸の人たちに聞いたんですけど、この辺も津波かぶってるんだけど、もっとそのひどいとこがあるからあんま言えないんだということを言ってますね。それもね、いろんな災害の時によく言われることですよね。なんかクローズアップされて報道とかで盛んに取り上げられるところと、すぐ隣接してて同じように被害受けてるのに全然報道されないところとかありますよね。本当にその報道の姿勢とかね、そんなんも未だに問われるところですよね。何か起こった時にヘリがもう飛び回って、その現地で助けを求める声とか聞こえないとか、いまだにやっぱそんな話ありますよね。本当にそのこういうことというのは、一回何か起こってそれを教訓に次から大丈夫みたいなことにはならないですよね。ちょっとずつ進歩というのかな、ちょっとずつ学んでいくのかなと思います。そんなこと言っててもね、こうしてる瞬間にもその南海トラフ地震みたいなのがこの辺を襲う可能性ももちろんたくさんあるので、この辺が全然安全なことも何ともないです。日本国中どこも危ないですよね。で、私は運命論者だから、割ともうそれもそうなったらしょうがないというような考えでいますし、それで死ぬならしょうがないとか思いますけど、それはあくまで自分のことで、私の周りの人、私を取り巻く大切な人たちはそういう目に遭ってほしくないなと、矛盾してますね。自分がそういう目に遭うんだから、周りももちろんそういう目に遭うんですけど、助かってほしいなと思いますね。いい加減なもんですよ、人間ってね。Facebook にも書きましたけれども、そういう未曾有の大災害以外でも、病気や事故でね、あるいは結構突然死も多いですね。周りでやっぱりたくさん亡くなっていってて、そういう年齢に私もなってるということですけども、そのたんびにね、なんで自分が生き残ってるんだろうなと思います。
なんで自分じゃなくてそういう人たちが死んでいくのかなと思います。特に私のね、44歳で亡くなった弟子の時には本当にそう思いました。なんでこんなね、私が生き残っていっぱい人のためになってる彼が、天に召されなければいけないのかなと思いました。だけどまあ、やっぱりそれはそれで意味があるんだろうと思って、生きている私はやっぱりその務めを果たさないといけないなと思います。できる限り、今全然ね、まだまだできてないですけど、もっともっと生きているんだからやらないといけないなと思います。より一層、一つ一つのライブ、一つ一つの音に思いを込めて全力でやらないとなと思います。明日はね、弟子の冬子と、そういう思いも込めて演奏したいと思います。あと配信もありますけれども、まあできたらね、生で見られる時には見ていただきたいなと思います。こうやって話している時点では私も生きてますけれども、明日のことはわからないですからね。いつ私もそうなってこの世から消えていくかもしれないんで、できるだけ見れる時には見てほしいなと思います。そして毎回違うので、ライブというのは特に我々のやってることは毎回違うので、できたら見てもらいたいなと思います。というわけで、1日遅れでちょっと思いを語らせていただきました。今日はずっとね、静止画で もうこのままもうただ単に1枚の絵で通して動画にします。もうあれやってるともう時間がかかるのでね、今日はさらっとやってきます。1日遅れで語らせていただきました。本当に祈ることしかできませんし、思いを致す、そんなことしかできません。そしてできるだけの音を出すと、それしかできませんけれども、より一層心を込めてやっていきたいと思います。ありがとうございました。トミーでした。